小里衆議院災害対策特別委員長。ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。我が国の豪雪地帯は国土の約半分を占め、これらの地域では冬季の恒常的な降積雪により住民の日常生活および社会経済活動が大きな影響を受けております。豪雪地帯対策特別措置法は豪雪地帯において雪害の防除、その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和37年に議員立法により制定されたもので、その後の類似の改正により特別豪雪地帯に対する特例措置施策における配慮規定等が追加されてきました。しかしながら豪雪地帯においては人口減少や高齢化がさらに進み、除排雪の担い手の不足や積雪による空き家の倒壊が深刻な問題となっているほか、屋根の雪下ろし作業中の転落事故など除雪作業中の事故も多発しており、除排雪作業における安全の確保や除排雪にかかる技術の開発普及も課題となっております。また近年は短期間における集中的な降雪により幹線道路における大規模な車両渋滞等が発生し、住民の生活や物流等に大きな影響を及ぼすなど、気候変動による降雪の対応の変化への対応も求められております。本法律案はこうした状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加等を行うとともに、本年3月31日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限をさらに延長しようとするものであります。次に本法律案の内容についてご説明いたします。第1に、目的規定において豪雪地帯対策の推進にあたっては、豪雪地帯が人口減少や高齢化の進展、気候変動による降雪の対応の変化等の困難な状況に直面していることも踏まえるべきことを明記するとともに、新たに豪雪地帯対策の基本理念に関する規定を設けることとしております。第2に、国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるにあたっては、積雪期における交通の確保の困難性、その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等にかかる防災に関する施策を促進するものとなるよう、適切な配慮をするものとすることとしております。第3に、現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は毎年度予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施、その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるものとすることとしております。第4に、国および地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても、豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路にかかる除排雪の体制の整備、その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。第5に、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等、および国雪に関する技術の開発普及について、配慮規定を追加することとしております。第6に、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進、その他、地域における除排雪の安全を確保するための取り組みであって、豪雪地帯にかかる地方公共団体が実施するものについて、交付金の交付、その他の必要な措置を
講ずるものとすることとしております。第7に、特別豪雪地帯における基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置、および公立小中学校の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を10年間延長することとしております。最後に、この法律は公布の日から施行することとしております。以上が本法律案の提案の趣旨であります。何とぞ速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。武田良介さん。